はい、皆さんこんにちは、初中です。はい、皆さんこんにちは、寿司会です。今日はね、今ね、日曜と、祭日は休みなんですけど、鹿島市の、合同ジムの方に来ました。あ、なんかギター持っとね、寿司くんね、まあね、たまにこれ以上下がらないよ。下がるね。はい、どうぞ。ああ、これと移動にこれで。うん、ということで、ね、なんかな、前回の動画で、浅野貴公さんが こちらでトレーニングを積んで、日本一のボディービルダーな、そうな、なったよな。全然。コロナ前ね。で、モールに来とって、それで初めてしたよね。そうほんで、弟に見せたら、6歳したいよ。僕より。これ、キクやがやとは言って、ああまあ、浅野キクオって言うんですけどね。ええ、浅野じゃなくて、普通にキクだよ。で、中学校の時に一緒にトレーニングしとったとか言って、めちゃくちゃなんか、しとったもんで、えと思って。ということで、そのつながりで、やってきました。確かここだと言ってたもんね。そう、うん、キクとの、浅野選手が。キック選手はそうだよ。まああれからだからもう多分今はトレーナーとかやっとるんじゃないかな。ああそうだな。うん、最近体作りのボディビルのそういう本見ても、うん、入場とかしてん、ね。トシ君今日は黒いギターだけどさ。うん、服が黒いで目立たん。あれか。カポとかこの辺はないのか、指の方。ないよ。あるよ。ボトルネックやろ。入れますよ。ボトルネックっていうのこれ知ってます皆さん。結構ねこれ使う人今多いんですよね、ボトルネック。これ使うと結構高音になるのかな、低いような音、金属系のなんか感じがするんだ。そう、うん、じゃあギター歴どれぐらいですか。としてゼロ。ただ格好付けで持とう。ああそう、持てようと思って。違うか。オレンターは実はタンバリン歴が15年ぐらいはある。あ、どんな曲でも合わせるな。そうだね、うん、本当はこの部分が木のやつの方がここが音がいいんだよね。音がもっと綺麗な。だいたいでも木のやつってさ、ね、色が出る。木のやつってだいたい山なんだ。あ、山へ。っていうか、まあまあちょびっと合同ジムの方をちょっと行きましょう。今日はちょっと休みだけど、この真反対ですね。はい、行きます。はい、手持ち行きます。はい、こちらが鹿島の合同ジムです。これがまあここに書いてあるけど、会員制で5時から朝の5時から夜の11時まで。あ、影で俺が映っとるわ。はい、これで俺も映ってるけど、あ、トシ君も映ってますね。はい、ヤッホー。もうちょうど日が暮れるもんで、今日の動画はこれで終わり。ロケ動画はね、はい、今日は休みだけど、もうなんか覗いてみたけど、やっぱり器具がすごかったな。なんかバーベルだな、バーベルで。工場みたいな、なんか眺めると。ああ。あ、じゃあ、まあ、一回戻しまして、まあ、この辺のそばはね、鹿島の、何やったっけ、カーオークションだね。カーオークションのそばです。めちゃめちゃ車なんです。で、浅野さんは、昔、微細の、いや今は一度目やけど、東伊豆城に住んでましてね。ああ、うん、まあ弟からいろいろ聞きましたけど、牛も飼ってたよって。桜舞い散る中で君と出会った季節、あと少しもう少し。ということで、桜舞い散る中でこういう風にやるやつと。こういうひねりながらこうやってやるのが結構プロっぽい。タンバリンね。でも演者さんは大体これが多いですね。これ。
だから上手い人だとこの辺をこうこうと回してトンってやったりね。なもんで、なんだからタンバーに関しては、うん、普通のスローバラードでも、うん、あ合わすことができます。はい、15年もやっとるやんな。なの、いや俺の歌声に合わせてやん。愛たまらない、それポップオンの歌やね。最後の大きい、たわいない、たわいないトワイライトですね、これね。残り少ない夕日に照らして、ごみながら少し笑った。お前は大丈夫さ、なんかだるだるだ、一人でもやっていける。まあ、あとね、15分もすれば真っ暗になっちゃうんで、今日の動画はこれで、ロケ動画は終わります。待てないくさね、そんなことは。まあ、近いうちね、こういう男のセリフじゃないでしょ。コロナもだいぶね、だいぶなくなって、こういう歌のイベントとかね、これからもうたくさんあるんでね。いつも通りの黄昏ということで、ぜひぜひ YouTube 見てる方、私のこの歌の映画を認めてほしいと。あれ、なんかコンテンツを出ようかな。出れるかな。でも一応あれよ、下手ではないではダムとかのあの辺で、やっぱり常にだいたい90点100点近いような点数じゃねえと無理だよ。ああ大会で勝つんだね。じゃあ、うん、なんかな、ダムが一番厳しいかな、ああいう、有名で一番厳しい、うん、得点が、はい。ダムともう一個の方、何やってっけ、カラオケの。なんだっけ、招き猫じゃなくて、もう一個。ああ、なんだったか。うん。あ、ジョイサウンド。ジョイか。うん。ジョイサウンドの方が採点は甘い。俺でも95点ぐらい出る。ということで、これしようかな。あまり喋っとってもね、だから、まあ暗くなっちゃうから、最後に所有のチャンネル登録よろしくお願いします。六畳一間のそんな部屋から、はい、そういう山田翔太さんの歌いに、はい、はい、もっとやりてぇ、もっとやりてぇ。じゃあ所有と、はい、都市会会談でした。シンガー都市会談でした。あとタンバリの所有でした。じゃあまたね。結構これ裏道だけどね、人通り、車の通りは多いんですよね、やっぱり。あ、もう一回合同自分をこんな感じです。ようこんなところにポツンと作ったなって感じですよね。